にちは、トシです。今日は痩せるスイートからストレッチをやっていきます。今日ピックアップしたストレッチは七尾さんのストレッチ、このスタイルを維持するためにどんなストレッチをしているのか迫っていきたいと思います。それでは、やってみましょう。それでは最初にキュッと細くしまった足首にいい、ストレッチをやっていきます。で足を出して座ったら片足曲げます。で足の指の間に手の指を入れて足首を回します。内回しを10回、足を変えてやります。外回しを10回。足首を細くするだけじゃなくて、冷え性とかある人にもすごく効果的だと思うので皆さんやってみてください。では次に行きます。では次は太ももを引き締めてヒップアップ効果で美尻メイクの効果があるストレッチをやります。このストレッチは、椅子を使います。それでは始めます。背もたれに手を置いて足を上げます。で前に放り出して後ろに上げていきます。この時に床にと平行になるのを目指してしっかりと上げていきます。これを左右10回いきます。それでは、反対の足もいきます。後ろに足を上げた時に足が曲がらない範囲でやっていきましょう。足をしっかりと伸ばした状態にすることがまず大事です。では次に行きます。それでは次は全身に効くバランスの取れたスレンダーボディに、これはちょっとストレッチというよりはエクササイズになります。それではやってみます。ではうつ伏せで両肘をついてお腹を上げます。で床と平行になるようなイメージを持って体を一直線にして、これで30秒いきます。1、2、3、4、5、25、26、27、28、29、30。しっかりと、姿勢の保てる力がつくと思います。30秒がきつい人はもっと短くてもいいし、楽な人は1分ぐらいとか長くしてやってもいいと思います。それでは次に行きます。では、次は股関節と足を柔らかくし、ヒップや二の腕の引き締めに効果がある、ストレッチいきます。これはちょっと大変そうな、体勢ですので、体が硬い人は無理せずやってみましょう。それでは始めます。横座りをして上の足を反対側へ持っていきます。それで、今度は右手を上の足になったところの手を下に持っていって、反対の手を上に持っていって、背中で手を合わせるような感じで、背中に手を置きます。これで、深呼吸を5回します。1、2、3、4、5。はい、それでは反対側もいきます。この手を後ろに回すのは背筋を伸ばすための、丸くしないため の、 目的になるので、無理せずに後ろに手を回しましょう。では深呼吸5回いきます。1、2、3、4、5。それでは次に行きます。